皆さん、夏が来たそして翼も来ました。夏が来ました。皆さん楽しい夏ですよ。ただね、当たり前だけど暑い。もう日差しもじりじりで、暑くなってきたらね、やっぱりひんやりしたもの食べたくないですか。こうしてこうなるあれですよ、夏の風物詩かき氷。最近はですね、かき氷界ではかき氷好きのことをゴーラーと呼ぶらしいんですよね。鹿児島きってのゴーラー、行ってまいります。さあ夏真っ盛り、そんな時はひんやり美味しいかき氷で涼しくなっちゃいましょう。かき氷はここまで進化した。絶品かき氷が続々登場です。真夏のかき氷2020。真夏のかき氷2020、まずはこちらから。やってきたのは鹿児島中央駅アミュプラザプレミアム館7階にあるホミビン。もともとは韓国のお店で、可愛らしい店内と一つ一つ丁寧に作られた手作りスイーツが女の子に人気のお店なんです。すごいですよ。ちょっといわゆるかき氷とまた違う、彩りがすごいですね。カラフルですし、氷の横にもいろんなちょっとお菓子、ケーキ類がありますよね。ちょっと聞いてみますか。こんにちは、こんにちは、こんにちは。すいません、今挨拶が面白かったですね。はい、こんにちは、こんにちは。韓国語です。ということはちょっと韓国っぽいテーマの店ってことですか。ホミビンというのは漢字で書いて好きな味の氷と読みます。だからお客様がホミビンに来店されて、今日の気分で好きな味を選んでもらい、美味しくかき氷を食べてもらいたいという意味になります。そのホミビンっていうのは、僕よくあのお祭りとかでもかき氷を食べるんですけど、はい、あれともまた違った感じですか。違います、全く別になります。もともとこちらの氷自体に味がついてますの で、それを、専用の機械で削って綺麗な形のかき氷になっております。ではまず手始めに、ホミビンの中でも人気の高いオレオティラミスホミビンから。見てください、このボリューム。ケーキまでついてるんです。改めて見るとこのゴージャス感すごいですね。はい、ケーキ、プリン、オレオにいろいろとトッピングもたくさん散りばめられてますよね。すごいですよ。さあそのお味は。うわ、刺してわかるこのふわふわ感ね、すごいですね。うわすごい、口どけの良さがとてつもないですね。ありがとうございます。ふわんできましたね。うわすごい、ミルクの甘さってすごく優しい甘さですね。はい、そこにちょっとココアパウダーでね、ちょっとね香りとコクが出てきて、あと何よりやっぱり衝撃なのは味のついた氷だから、この一体感がありますね。こちらの手作りのミルクプリンもいっちゃいましょう。ポロポロしてやがります、こいつは。うわいい、いい、ふわっと消えていきながらも強いこのね、舌の上に残る感じのね、この滑らかなミルクの甘さ、どっちもミルクだから相性もいいですね。そしてここで一緒についてくるエスプレッソコーヒーで味変もしちゃいましょう。このコーヒーが香りの高さがすごいですね。苦くなることでまた別の甘さも感じますよね。この苦さがあるおかげで食べ終わった後もちょっとこうくどくない、すっきりとかき氷楽しめる感じがして最高ですね。やっぱりゴーラーたるもの、完食は当たり前ですよね。ごちそうさまでした。さあ、すべて完食。いやー、結構ボリュームありましたけど、やっぱりゴーラーとしては完食しないわけにはいかないですからね。大満足でしたね。うまかった。
失礼いたします。こちらホミビンの夏限定のかき氷でございます。ちょっと待ってくださいよ、すごいです。こっちもまた夏限定の、はい、このインパクトすごくないですか。夏限定のメロンメロンマンゴーホミビン、なんとメロンは半玉使っているんです。そしてかき氷の部分はこちらも夏の王道マンゴー。うーん、うわ、めちゃくちゃメロン甘いですね。うん、すごい。ホミビンもね、一緒に食べてるんですけども、このフルーツのみずみずしさとこの甘さ完熟してますね。フルーツからこのフレッシュな感じっていうのはやっぱ生のフルーツじゃないと出ないですね。ちょっとこれ夏来たなって感じがしますね。ですね、夏のマンゴーとメロンなので一緒にここで食べれるっていうのが最高だと思います。最高、夏の王様が共演してるわけですからね。本当に僕はゴーラーとして恥ずかしいですけど時代が止まってましたね。カチカチのもうかき氷の氷がもう塊になるからカチカチのやつにこうシロップで溶かしてましたから昔は多分できなかったですよ、このふわふわ感。子供の頃の自分に言ってやりたいですね。氷は進化するぞと。なんと完食しても器にこんなに果肉が残っているんです。最後の最後まで美味しいメロンを味わえるなんて、これは本当にすごいかき氷にいきなり出会っちゃいました。さあどんどん行きます。お次はフランスからのおしゃれなかき氷。さあ続いてはですね、洋菓子店さんなんですよね。これはこのなびいてるのはフランスの国旗、そしてその下にはですね、よいしょ、氷の文字ですね。フランスと氷、どんなかき氷なんでしょうかね。ちょっと行ってみましょうか。鹿児島市広木にあるパティスリールベール。ロールケーキや焼き菓子などが中心のスイーツ店なんですが、ここ最近ではお砂糖を使わない天然由来の甘さを引き出した低糖質のスイーツが注目を集めるお店なんです。これもお菓子屋さん、ケーキ屋さんですか。そうですね、こちらは、はい、洋菓子店というかケーキ屋さんになります。そしてあの外にはのフランスの国旗があって、はい、横に氷の文字があったんですけど、はい、かき氷があるんです。そうですね、ケーキ屋さんなんですけれども、うん、ケーキ屋ならではのかき氷というのをちょっと作ってます。どんなかき氷ですか。ですね、氷を凍らせて削るかき氷ではなくて、はい、グラニテというかき氷、フランス料理の中にあるんですけれども、ちょっと初耳の方もいらっしゃるんじゃないですか。グラニテっていうのはフランスのかき氷なんですか。そうですね、もともとはフランスのコース料理の中に出てくる氷なんですけれども、その中の肉料理ですとかそこから切り替わる際の口直しのための氷に使われるコース料理の一種ですね。こう大きな容器に氷を、はいはい、リキュールを入れて作っていくんですけど、凍り始めた時にその氷を全部砕いてしまうんです、自分で。凍る直前ぐらい、はい、直前ぐらいに、それをまた冷凍庫に入れて、また凍り始めたらまた砕いて、というこう延々それを繰り返していく。めちゃめちゃ時間かかりますね。そうなんです。そう、グラニテはまた何種類か味のパターンはあるんですか。そうですね、今は、こちらに書いてありますけれども、はいはい、お砂糖入りで4種類、低糖質で1種類で、時期を見てそのフレーバーがそれぞれ変わっていくので、うん、低糖質のかき氷があるってことですか。はい、そうですね。それはもう全然甘くない。いえいえいえ、もう普通に食べていただくと、うん、どっちが砂糖が入ってるのかわからないぐらいしっかり甘いです。はい、低糖質のマンゴーのグラニテ、果たして本当に甘いんでしょうか。さあ来ました、これがグラニテでございます。はじめまして、グラニテさん。いいですね、ちょっとなんかもうパフェみたいな感じでたっぷり入ってますね。そうですね、めちゃめちゃ甘いじゃないですか。はい、すごい、うん、でもやっぱちょっと
すっきりとした甘さですね。そうですね、砂糖の独特のその後を引く甘さっていうのはゼロなので、ですから非常にこう甘くて冷たく食べていただけるんですけど、こってり感がないので。これなんかパッと低糖質だっていうのは分かってるんですけど、なんか分かりやすくどれぐらい、お茶碗1杯のご飯を比較した場合、お茶碗1杯のご飯とこのグラニテが7個、7個、ちょっと今スタジオの増設止められたじゃないですか。これ7個食べるとあのご飯じゃん1杯、はい、すごいもの、ありがとうございます。ありがとうございますこのグラニテもうまいですけど、この上に来たらアイスも、はい、これまた低糖ですもんね。そうですね、これはこの7月の23日から新発売になった低糖質のアイスクリーム。続いては氷にこだわったふわふわのかき氷。いやー、今日の汽車場も暑いですね。日差しが照っている汽車場に来てるんですが、かき氷にあるらしいんですけれども、これですね、大きく書いてありますよ、氷の文字。あとこのね、氷の上に書いてあるこの天然氷、ちょっと魅惑的な言葉ですよ。ちょっと行ってみましょう。しっかりとですね、手先を消毒しましてお邪魔しましょう。こんにちは。こんにちは。すいません。いらっしゃいませ。表にやっぱりデカデカと氷と書いてあって、はい、引かれて入ってきちゃったんですけども、ありがとうございます。ここって前からされてましたか？今年の4月の4日にオープンしました。4月にオープンしたばかり。こんなところにかき氷のお店がと思った方も多いはず。しかもこのお店、夏のこの時期だけ営業しているんですが、そこにはこんな理由があるんです。氷の上に天然って書いてあったんですけど、はい、天然の氷を使うってことですか？あ、そうですね、天然氷ですね。あの山梨県から仕入れてる天然氷になります。まあ、山のふもとで、まあ、冬の寒さだけで、3週間ぐらいかけて、ゆっくり凍らせる氷が天然氷になります。ね、ちなみにその天然の氷って僕見たことがないんですけど、はい、今あったりしますか？ありますよ。ちょっと見せてもらってもいいですか？天然氷です。めちゃめちゃ澄んでますね。なんか本当に比べるのは失礼ですけど、家の冷蔵庫の氷真っ白ですもんね。そうですね、非常に透明感あって綺麗な氷です。夏限定の営業の答えはやっぱり氷。冬の期間に作られた貴重な氷を仕入れているので、このこだわりの氷がなくなってしまったら、かき氷を作れなくなってしまうんです。そしてシロップにもこだわりが。フレッシュな生のフルーツから絞っていて、練乳もお好みでチョイスできるんです。さあ、貴重な氷を削っていただきましょう。いいですね、もう見てわかりますよ、このきめ細かさ。贅沢にガンガン削ってますね。一押しは夏にぴったり、フレッシュな国産のスイカシロップがかかったこちら、岩塩をかけていただきます。来ました、スイカのかき氷、天然の氷で作ってありますね。このふわふわなエアリー感はやっぱり薄く削ってるんですね。はい、入れさせてもらいます。すごい、何もないかと思うぐらいスムーズに入ってきました。これ、うわ、めちゃくちゃ柔らかい。うん、何これ、すごい、うわ、めちゃくちゃ細かく削ってるんでふわふわなんですよ。スイカの果汁、果肉で作ってるんで、なんか変に甘ったるくないというか。そうですね、あのさっぱり、うん、さっぱりと本当にフルーツ本来の甘さで、上のあの岩塩ですよね、やっぱりね、ちょっと塩気があるとこのスイカの甘みがグッと増しますね。全面にね、このスイカの良さが出てるのプラス同じぐらい存在感な氷、ちょっと
これ氷ってもうなくなってしまったらもう出せなくなっちゃうんですよね。そうですね、あの一応今年の分は仕入れてはいるんですけど、まあ、早くなくなれば終わりにはなります。とここであの噂、純度の高い氷を使ったかき氷は頭がキーンとならないって本当でしょうか。実践します。ちょっとやっぱりかき氷のね試練の一つですよね、あのここに来るやつあれがよくもあるんですけど、ちょっとねあれを経験した方は一気に行くのは怖いと思うんですが、ちょっとやってみましょうかね。知覚過敏が来ました。ごめんなさい。ここはノーダメージです。あ、ワンコそば感覚でガンガン行ってもたぶん大丈夫かもしれないですね。いや、絶対味わって食べた方がいいんですけどね。最後は番外編。東急ハンズにお邪魔しました。さあ、お店で食べるかき氷も美味しいんですけども、かき氷といえばちょっとこう家でガリガリやって楽しんだ経験あるんじゃないですか。ちょっとこっちにですね、かき氷のね、こういう機械もあるわけですよ。懐かしいですね、こういう回すタイプね、結構やってきましたけど。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。かき氷機はですね、やっぱ夏といえばかき氷じゃないですか。はい、そうですね。見に来たんですけど、結構、はい、手回すタイプもあると思ったら、結構スタイリッシュなものとかいろいろあるんですね。そうですね、あのこのものやっぱり手回しもそうなんですけど、電動式の方もかなり多くなっておりますね。電動式、はい、最新ですとですね、こちらのタイプのもので、コードタイプのものと電池式のタイプのコードレスのタイプが今ご用意です。はい、去年まではあの付属の製氷皿に氷を作っていただいてそれを入れていただくということだったんですけども、割ってしまったりとか製氷皿をなくしたとお客様がやっぱり毎年毎年多いことで、メーカーサイドの方もご家庭の冷蔵庫でできる氷でかき氷をというテーマで今年はそういうタイプのものが増えてますね。確かにこう専用のやつってなくしがちで、なくしたりあと割れたりするんですね、プラスチックなんで。ではこの電動のかき氷機で自分で美味しいかき氷を作っちゃいましょう。もうよくあるやつですよね、冷凍庫で作るこの氷ブロックのやつ、これを普通に一回出して、あとはこの氷をかき氷機に入れてセットするだけ。どうだ、自動です。おお、出てきた出てきた、はい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 、自動だから楽ですね。結構細かいの氷が出てきてますね。はい、あっという間に完成です。パイナップルのシロップをかけてカリッとした感じ、いただきます。うん、いや、うまいじゃない。うん、まあ、やっぱお店のね味にはかなわないですけども、これがね家の冷凍庫でできた氷でできてますからね、手軽にできて、あとなんせね楽しい、しかもね家の氷だからおかわりし放題ですよ。うん、いや上出来ですよ、うまい。さあちょっと食べ過ぎてお腹が痛くなってきましたね。皆さんもですね、かき氷は自分のお腹と相談しながら適度に食べてください。ゴーラーからのお願いです。